習近平の企業に対する動きを、ミクロからマクロまで、少しずつ観察していきましょう。例えば、塾業界を取り締まる場合は、実は暴力団を扱うときと同じ手法を使います。塾講師が大学の先生の場合、アルバイトで臨時収入が発生します。そのため、実際に、弾圧されるのは生徒ではなく、塾講師になります。塾講師は知識人で公共的な立場の人です。 このような知識人は、通常は具体的な学術的バックグラウンドと専門的な知識があり、さまざまな社会問題に提言する立場にあります。だから塾業界への弾圧は、社会問題に取り組む知識人へ警告を発しているのです。二つ目の問題は経済活動の本質的な問題です。みんなが塾に通ったら、多くのお金が浪費されます。入学試験や企業面接を受ける場合、募集定員は限られています。 募集定員3人に対して100人が応募したとします応募者全員が塾に行っても募集定員は3人に変わりがありませんその場合合格できなかった97人が塾に払ったお金は無駄になりますもう一つの問題は人口に関わっています子育て費用の高騰です他の子が塾に行くなら自分の子供も行かせます 他の子が英語、音楽、ダンスなどの教室に行っているのに、自分の子供が家でテレビを見て、ゲームをやっているとしたら、親としてどう思うでしょうか。このように子供のための投資によって、中国の養育費が増えました。そのため、出生率が低下しています。中国の実際の国勢調査結果は、人口は14億人でもなく、13億人、12億人、あるいは8億人だと聞いています。 こののよよううな状況中中で、中共は子育てて費用を削減しようとしといます。国民派の経済力を取り締まることは、つまり麻薬や酒の取り締まりと一緒に反発する可能性のある知識人も対象とします。薬、医療、関連産業などについては、正当に見えそうな理由を見つけて、民間企業に介入や干渉、規制をするでしょう。これはミクロの面です。 マクロレベルでは、習近平氏はずっと初心を忘れず、使命を胸に刻むと言っています。彼が本当に改革開放を目指すのであれば、民間企業を成長させるべきなのです。本当に経済成長を促進させるには、公的資本や公的資金だけではありません。例えば、高速道路や高速鉄道、地下鉄、空港など、公共施設やインフラはすべて経済活動を活性化させます。 しかし、インフラの整備が一定のレベルに達すると、公共投資はほぼ飽和状態となります。そうなると、経済成長は公共投資だけではなく、民間企業の発展に頼らざるを得ません。中国の経済フォーラムやマスコミの報道では、民間投資という言葉はほとんど使われません。しかし、台湾において、台湾政府は民間投資を誘導し、経済を刺激し、経済活動の活性化のため、補助的な役割を果たしています。 政府は民間投資を刺激するたために率先しして行動したり何らかの条件を整えたりします民間投資の目的は何でしょうか一つ目はビジネスモデルを設計し資源を整えリスクを取ることですつまり経済成長を牽引するのは国営企業ではなく民間企業や起業家チームなのです国営企業は官僚組織によって成り立ってます官僚はリスクを取るような教育を受けていません 上からの命令を遂行するように訓練されています。しかし、商業活動、企業活動、革新的なさまざまなチャレンジ、これらは官僚ではなく、民間企業がやります。当然、リスクも取ります。国営企業が技術の最先端を追求することは不可能であり、せいぜい他人がすでに開発した技術を輸入することぐらいです。国営企業が経済成長を誘導するには限界があります。だからこそ、 中国経済は民間企業に民間投資とイノベーションを促進し、リスクを取らせる必要があるのです。習近平は民間企業と民間投資を取り締まってます。現在、民間の起業家は言われるがままにお金を支払い、命を守り、逃げる準備をしています。習氏は開港集団の王権し、氏、アリババのジャック・マー氏、バイドゥ、テンセント、DD などに制裁を加え、国際社会を怖がらせました。 民間の企業家や民間企業の投資活動を取り締まることで、どれだけのお金を稼げるのでしょうか。民間企業を相手に、収支はどれだけ搾取できると思いますか。目先の利益に目がくらんで国や企業の将来を考えていません。中共が民間企業を搾取し、他人の富を横取りして、中共の資金にしたのは、中央政府が財政難に陥っているに違いないとしか言いようがありません。 民間の大手不動産業を営む恒大集団は、実際に深刻な負債を抱えています。理論的には、銀行の貸し渋しりがなければ、時間をかけて古い借金を返済することが可能だったはずです。しかし現在、債務危機に陥っているということは、中央政府や銀行がもう協力しないということです。 債務再編とは、私はあなたから10ドルを借りたが、2ドル、1ドルだけを返済してもいいですか、と債権者に申し立てることです。多くの債権者は、それに乗るでしょう。そうすると、中共は民間企業である高大集団を、企業の債務再構築のモデルにして、それを国有企業や地方当局の債務危機器に適用するでしょう。では、なぜ国有企業と地方当局に債務危機が起きると、この債務再編のモデルを適用するのでしょうか。 地方当局の財政危機と国営企業の経営危機は最終的には中央政府に伝わってきます中央政府にその責任を取れますかかつてのソビエト連邦の崩壊は金融危機で中央政府が崩壊したからです欧米は国営企業と地方当局の改革を中共に進めてきましたしかし中共は方針を変えず結局このような問題が発生したのです 習氏からすれば、中産階級や民間企業が台頭した後、人民の大覚醒が起きるのを心配しています。人々は、なぜ中共にコントロールされなければならないのかと考えるでしょう。だからこそ、習氏は、改革開放そのものが中共政権に危機をもたらすと考えたのです。当然、彼の動きは改革開放に逆行するように見えます。習氏は自分は正しいことをしている、中共政権を守っていると思っています。 彼にとって、国民が国や政府に依存しなければ、政権の安泰が脅かされることになります。英語で、国家はステート、社会はソサエティです。どちらも S の文字で始まります。民主主義社会では、国家は自分を支える強い社会に依存しています。独裁国家では、国家が社会を支配しています。社会が強くなり、国家、政府に頼らなくなると、一等独裁国家は危機に陥ります。 つまり、すべてが一つの党の支配下にあるというのは、三か締め料を徴収する暴力団と同じなのです。民間企業がうまく成長すると、中共は搾取を始めます。中共は民間企業内に党の支部を設置します。中共のやり方はまるで規制中です。現在、民間企業が営業をする際、中共からのコントロールが少なければ、企業の成長は順調だとわかるでしょう。 成長した企業にみかじめ料を徴収することがなければ、企業は順調なのです。しかし、中共の監査の結果、アントグループは182億人民元の罰金を課せられました。あなたが大金を稼いだら、中共があなたを規制し、そして罰金を課します。もちろん中共は大儲けします。だからこそ、中央政府が財政危機に陥っていると言ったのです。地方当局と国有企業が危機に陥っているので、 国のトップが資金調達をしなければなりません結局地方当局と国有企業の資金不足の問題はすべて中央政府に転嫁されたのです中央政府もこれ以上の資金繰りは無理だというのが今の状況でしょう現在の中共の状況はソ連崩壊直前に似ています次第に国の金融危機が明らかになってくると思いますご視聴ありがとうございました 気に入っていただいたら、ご家族やご友人と共有するよう、ご協力お願いします。また、お会いしましょう。